皆さんこんこにちは、えー、本日はですね2021年受験対策の税理士母座横断講座あこちらに関する、えー、プロモーションということでございましてねお時間5分から10分程度いただきましてですねまあすでにもう開講というかあ販売の方を開始させていただいております2021年向けのですね えー、税理士母材共通の講義、ね、母材横断の講義のですね、えー、プロモーションということで、まああ、こちらの講座、今年度も担当させていただきます、う私、レックの富田と申しますが、あ私の方からですね、まあ、講座のコンセプトなんかを軽く皆さん方に趣旨としてお話をさせていただくというところになります。でまあ、もう少し細かい内容等については、まあ、これとは別にね、 ガイダンスなんかも収録してございますし、えー、またあー母材横断のコースに関してはあ初回分については体験ということでね、えー、聴講していただくことも可能な状態にしておりますんで、まあ、そういったものもね積極的にご活用いただきながらあー今ね税理士試験というものをお考えいただいている皆さん方に一、まあ、つ検討の対象に加えていただけるとありがたいというふうに思ってね、まあ、軽く。 50分,分程度お時間いただいて今日はお話をさせていただこうというところになるんですがまあ世の中ねあのいろいろ今大変な状況になっておりますまあもしね皆さん方これご覧いただく時期によってもだいぶ状況変わってて、うん、理想で言えばね非常に好転してるとね え昔ちょっと前までは大変だったねなんていう話ができる状態になってれば非常にいいなとは思うんですがまあ少なくとも今あこれを収録させていただいている状況下においてはですねま,あまさにまだまだ大変な時期でございますまあもともとねあの2019年10月の段階でですねえ皆さんご承知の通り消費税の増税がありましたまああの影響を受けてですねえ年率換算ベースではありますけどもまあ GDP が 7.1%減とかっていうねちょっともとてつもない、えー、景気悪化の状況があ生じてしまっていたわけですけどもまあそれに加えてね今あ、まあ、ウイルスの関係で、えー、大変なね状況に、まあ、世界的に今なってるわけです。でまあそれに絡めてね変に危機感を煽ってどうこうということを言うつもりは僕は全くないし、えー、先ほど申し上げました通おり、まあ、できればね えー、ことが好転してくれればあそれにこうしたことはないわけですけどもまあ,あいわゆる知識人と呼ばれる層の方々多くの方々著名人がですね、えー、学者さんはじめいろんな方々がね、まあ、今回の状況今推測ベースではあるけどもいろいろなご意見をねいろんなところで発信されてますで大多数の方々共通しているのは、まあ、程度のね えー、大きい小さいというのはありますけども、まあ、いわゆるリセッションですね景気後退局面に、まあ、間違いなくこれで入りますよとまと、あ、も日本はその消費税の段階でも入ってるわけですけどもおそれに加えてというような状況が今あ生じつつある、えー、もしかしたらあかつて、えー、僕らも学生の時代に勉強したけどね、えー、世界史などのテキストにも載ってるようないわゆる世界恐慌と。

決してて今のの状況っいうはは大きくプラスに転じるようなな事象ででわけです、ね、でまあこれから先、まあ、おそらくこういったものですね、税理試験の受験というものをお考えいただいている皆さん方っていうのは、まあ、ご自分が置かれる状況とか、まあ、今後の予測というものをね、おそらく賢明な方々ですから、あ自分なりにご判断をいただいて、まあ、それに向けてのね、えー、自分なりにできる対策として、事故の能力、スキルの向上を図っておこうと。 ということをお考えいただいてこういったものをねえ選択肢に挙げていただいてるとういうところになっておられるんだと思います。で僕はあのそういう感覚というのかなそういった皆さんのご判断というのはまあ非常に本当にご賢明だと思いますし今僕らがね個人のレベルでやっておくべき内容だと思うんだよね。 まああのー、若い方はなかなかねあのイメージもしづらいところもあるかもしれませんが僕らぐらいの年代っていうのはいわゆる平成バブルの時代を知ってる人間ですからまあでも僕らはもう経済のメインプレイヤーではなかったんでまだ学生でしたからね、えー、そんなにまあ両親のね 収入が増えるとかっていうところでの多少の恩恵はあったのかもしれないけども、まあ、そんなにねメインだって直接恩恵を受けたっていう記憶はそんなにはないんですがただまああいた好景気を知っていてその後ねいわゆる平成大不況に入ってですね、えー、リーマンショックもそうそれ以外にもねいわゆる IT バブルの崩壊があったりとかあいろんなまあ不景気の局面っていうのは見てきましたで不景気の局面見てきて、まあ、その上でねやっぱり言えること おいいううのはやっぱ自分なりにというのかなあーなんかあー人に対してアピールできるような評価をしてもらえるような武器を持ってる人の強さというのはこれはまあ間違いなくある。ねえー、それはもう僕もこれまで生きてきた経験上、まあ、そこは実感してます。 ねえ別にそれが全てね会計業務に関連するものだけではなくていろんな分野でご自分の強みというのを持っていればそれでいいんだと思うんだけどもただ、まあ、皆さん方が一つね今選択肢に挙げていただいている税理士という、ね、いわゆる税務に関するプロとして、えー、中小企業をメインとした個人の方々であったりとか、まあ、そういった方々の税務申告であったり会計協議に関するところのコンサルをやったりとか、まあ、いわゆる会計のプロとしてね えー、そういった中小企業個人の方々のお金の側面でのバックアップをするプロこれを目指,さろ目指されるという皆さん方のご判断というのは極めて賢明だと思います、まあ、ご承知の通りねもうこれは言われて久しい話ですけど税理士というのはあの非常に、ね、登録開業している先生方の,あの高齢化が非常に進んでおりますで今回2019年の消費増税を機にですね 一般の事業会社の方々もまあ,あそれを一つの契機としてね、えー、事業規模を縮小しようとかもっと言うと廃業してしまおうとかあそういった方々も相当数おいでになりましたこれはねあのー、ご自分の周りで実感された方もいらっしゃるかもしれないし全く僕の周りにはそんなことないなっていう感じの方もいらっしゃるかもしれませんでそういう方にとっては実感ないかもしれないけど相当数中小企業辞めてますんでね あのー、もう消費増税と、あともう1個間違いなくでっかい働き方が革わけです。で、その2つの影響を受けてですね、まあ、商売の規模を縮小しなきゃいけないとか、あ商売自体をもうやめてしまおうというふうにご判断された方々もいらっしゃったわけですが、とは言ったって大多数の企業さん残ってるわけですよ。で、そういった方々というのは、お金の側面からね、経営のプロである税理士さんに対して助言を求める場面というのは、今までに比して圧倒的に増えてます。圧倒的に増えてる。 で私の家族もねあのお妻はじめ、えー、税理士やっておりますがあのまあ確定申告が1ヶ月延びたからどうこうなんて話もありますけどあんなものはね基本的に確定申告期限を1ヶ月先延ばししてやりましょうなんていう人はほとんどないですよ。 個人レベルあるかもしれないけどもまあ税理士がついてるような企業さんはそんなことしませんのでまあ少しでも早く確定申告やってで早く還付金もらえるものはもらって手元にキャッシュ置いといてねでさらに言うと雇用調整助成金の申請に関する相談とかそういったもの今すっごく入ってる、ね、中小企業の人たちっていうのはもうやっぱりね、えー、今みたいな不景気な状況っていうのかなもうちょっと異常な状況ではありますけどもこういう状況になってくるとやっぱりいろんな側面からもうありとあらゆる手段を使ってとにかくまずキャッシュフローの確保をしなきゃいけない。 でそのためにも自分で当然考えはされますけどもねすべ、えー、てのことを社長さん本人一人で判断するようなことは当然できないわけですからいろんなところから情報を取りながらいろんなところで情報手続きを取りながらさまざまな手続きを取りながらキャッシュルーム確保に今奔走されてますでそういった時にもやはりねえー、助言をするとかお手伝いをさせていただく存在としての税理士というのは非常に重要性が高いこれもう間違いないですよおだそういったところからしてもね こういう景気交代局面なんかでね、まあ、これからおそらくどの程度のものになるかわからないけど間違いなく景気交代は入るんです消費税だけで入るんですからで、ね、今ねいろいろ景気対策で政府の方もお考えにはなられてるようですが、まあ、皆さん方見てても分かるでしょあの、うん、よっぽど消費税をね減税とかあ免税とかもうしたくないみたいですからああねえ一、ー、人当ての給付金が1万2千円っていうのが始まってねふざけんなって話になったら2万円になってね え2万円だって役に立たねって話になったら10万ってのも出てきましたけど、まあ、いくらになるのか分かりませんねえー、もしかしたら消費税もしばらくの間は減税とかっていうのは動くかもしれないけどもまあ動いてほしいなとは思ってるけどねただまあ当然それが動くということは永続的に続く制度ではありませんので間違いなく元に戻すわけですでそういったことを考えるとやっぱりね中小企業さんはその増税にねまあ、仮にですよ仮に消費減税が動いたとして え次元立法的な措置になるはずですから元の税率を戻すにあたってのその期間にわたるキャッシュローの計画立案であったりとかね経営計画の立案であったりとか人繰りの立案とかまあそういった部分をひっくるめて税理士さんに対する相談案件で間違いなく増えますだそういう意味からするとこういったね税理資格というものを一つ選択肢に挙げてもらうっていうのはこれは僕は非常に賢明なご判断だと思いますよでさっきの話ないけど僕もね まあそんな大したことはしてないですが、長いね、それなりの年限生きてきちゃったから、何回か景気交代局面というのは見ました。で、その都度その都度ね、僕の周りでもやっぱりいろいろあったのが、そんな勉強なんかやったって別に何の意味ないやと。もうやっとっもんだけ意味ないじゃんいう人もやっぱり周りにはいるんです。で、今なんかだと会計なんかもね、どん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  IT が進歩するんだから、ね、経理マンみたいなのもいらなくなるんだから、あ経理職みたいなのいらなくなるのは僕なんか勉強したらしょうがないじゃんいう人もいます。 特に不景気になるといるんです。もうなんていうのかな、自分がもうこう、なんていうの、おどうにもならないような状況になってくるとね、周りがやり始めるのは、やっぱり否定的に言いたくなるのは人間の特性ですから、そういう人って絶対います。ただ、これはね、僕、間違いなくいると思ってるのは、別に会計の分野だけじゃなくってね、どんな分野だっていいんですけど、やっぱりね、自分の武器を見つけようと思って、一生懸命やってる人って、最後に絶対勝ちますよ。これは間違いない。 こんなことやったってしょうがないとかあんなことやったって意味ないとかって言って結局何もやらない人が勝手に沈んでいくだけの話であってねどんな分野だって僕いいと思うんです一生懸命じゃあ僕これが好きだからこの分野やってみようとかこの分野は興味あるからこの分野をちょっと自分でね能力伸ばすような努力をしてみてでそれが自分の強みになればいいじゃないというふうに努力してる人っていうのは絶対報われます。 間違いいいなくやっっぱ強いですよそういう人ってだって採用者の側からしてみれば当たり前だよね中途採用でも何でもいいけどもねこういう分野僕は興味があってこういう分野の仕事がしたいと思ったからそれに即した努力をやってみましたと仮にそれが時代遅れと言われるものであったとしてもですよえ昔のビジネススキルと言われるものであったとしてもそこの部分が僕は興味があったんでしっかり勉強してみて ね、でなぜそれがじゃあ逆に言えば世の中で受け入れられなくなってしまったのかっていうところもひっくるめてそれでもなおかつ今使えないのかということを考えて勉強してみたんです。いう人の方のが、ね、こんなことやったって意味ないとかあんなことやったって意味ないとかて何もやってない人間よりよっぽど採用しようかなと思うに決まってるじゃないですかその努力ですもん。そうでしょだって皆さんってそう思うでしょ。ね。一生懸命一つのことに対して自分のスキルアップのために努力してる人とよ何にもしないでですね あらダメだこれはダメだとかって評論家みたいなことばっかり言ってるやつなんか取ります、ね、別に会社に必要なのは評論家じゃないからねえー、一生懸命仕事に向き合ってやってくれる人じゃないですか,だからそういったことを考えてもそうなんだけど会計なんちゃら今言った通りね中小企業の経営者の方々やまあ税理士をつけなきゃいけないような個人財産をお持ちの方々こういった方々やっぱりね助言を求めてるんです。ね。 だん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 時代が進化すればパソコン画面に向かってこういう状況なんです。で、コンピューターが返してくれる答えが一番信頼できるって思う人もいるかもしれないけど、今現在の状況からすると中小企業の経営者だって、ああ、個人財産の申告が必要になってくるような、すなわち相続案件が必要になってくるような相続家の方、資産家の方々だって、そんな制度ができましたシステムあります。投資なんかでも今ありますけども、そんなもん信用しないですよ。一つの参考としては使うかもしれないけど、最後まで絶対助言してほしいんです。 人ですもんだって、ね、だから税理士という業界っていうのはこここかから先のことと考えたってて決して潰れるななんかないですだから今まさにこれからどういうふうになるかわからないけども、ね、もし、ね、それなりの数の経営、えー、評論家の方々が言ってるような市場空前の景気後退局面がここから動くんだとするのであるならばやはりねご自分の、えー、一つ大きな強みとなるような武器を持っとくということは これはもう皆さんにとって決して無駄にはならないことだと思うし、その選択肢として税理士というのは将来性が間違いなくあります。これからのことを考えてください。税制はこれからさらさに複雑化しますよ今まさに議論の最中だから、これをご覧いただくときにはどうなるか分からないけど、もし仮に、ね、えー、今の,あの総理大臣の方々がですね、政府中枢の方々がですよ、じゃあ消費減税やりましょうとか、免税やりましょうなんて話になったらば、その後のことまで見据えれば、税制はもっと複雑化します。 当然政府のの側では元の税を戻そうとしますんで,でそうなってくると税務に関する専門知識を持った方々の需要というのはそこから後の期間一定の期間にわたって絶対的に高くなるでもし仮にそれがされなかったとしたってですね経営相談という意味で中小の方々からの需要は絶対高くなりますそういう意味からしても税率という資格というのは不景気の時代にも強いですかはもう間違いないな今まで,の経緯がそうですからですか だって別に不景気になったって相続税がなくなるわけじゃないんだからそうでしょ。企業税がなくなるわけじゃないんだし、個人税がなくなるわけじゃないんですよ。で、この国の推移を見てください。ね、どう考えたって、ここから税制が簡素化なんかされるわけがないです。絶対ない。ああ、税制は複雑化することはあったって、簡素化なんか絶対しません。できないんです、この国は。そういう国なんです。 えー、だからそういう意味からすると、税制というものについてのプロである税理士という資格は、絶対的に需要が相当数の期間にわたって高まる。間違いないです。もともと絶対数が少ないんだから。だから、皆さんのそのご判断って僕は正しいと思います。ぜ、ね、ひね、税理士というものは努力しただけの価値は得られる、ね。努力した分だけなるのは大変ですよ。勉強の時間も長いし、努力もしなきゃいけない。 それなりの準備も必要とするで。そのためにはいろんなものを犠牲しなきゃいけない。これは間違いないです。楽しで受かる資格なんかやったって意味ないんだから。ああ、その前提からすると相当きついはずです。ここから5年か10年か分かりません。どれぐらいのスパンかかるか分からないけども、税理資格揃えるまでは相当程度厳しいのは間違いない。間違いないけども、それだけの時間をかけるだけの価値はある。もう繰り返しますけどもね、ちょろちょろってやってちょろちょろっと取れるような資格なんかみんな取れるんだから、何んなものは意味ないんですよ。 税理士はそうではありません。難関です。だから受かるまでは時間かかります。大変です。これは嘘じゃないから言います。僕楽して取れるのか絶対言わない。楽じゃないから。多くのものも犠牲にしなきゃいけません。間違いないです。そりゃそうです。人が遊んでる時に同じように遊んでて受かるわけないんです。ですかあその前提からすれば多くのものは犠牲にしなきゃいけないところは出てくる。ただそれを犠牲にしてもなお得られるだけのリターンは間違いなくあります。僕はそう思います。少なくともそれが得られるだけの素養はある。 そういう方があったってうまくいかない人はいなぎかないから、まあ、そこはね100%全員全てうまくいきますなら僕は言いませんだとそうでしょお医者さんだとそうじゃないあんだけ難しい医者の試験を受けてですよでこんだけねご老人が多い日本という国で普通に考えれば医者の仕事やってりゃお,お金なんかバンバン入ってくるに決まってんですよだってそういうシステムになってんだからそれでも稼げない医者っているじゃないですか全然患者さんに好かれなくってねだから大きな収入を得られない医者っていたらいますよ、ね、それは相手が人なんだから やっぱり信頼される先生じゃなければ大きな収入にはならない。それはしょうがないじゃない。ね、それは何の仕事だってそう。でも、それに僕は近いような存在になれると思うのが税理士ですよ。税理士ってのは仕事があるんだからいっぱい。不景気になったって。でしょそれだけビジネスチャンスがあるんです。当然そこからどれだけ成功するかご自分の才覚は必要です。それは必要です。受かったら誰でも食ってくどそんなものはありません。そんなものはありませんが、ただ、 他の資格などと比較しても、間違いなく成功する大きな大きなチャンスが広がっているのが税理士であることは間違いない。これは言えます。ね、だから皆さん方にはぜひね、前向きに捉えていただいて、税理士というもの。一つね、先行していただいて、まあ、ぜひ会計のプロとしてね。で、中小企業のために、ね、活躍できる経理のプロとして、税理士という資格のもとね。 えー、社会に大きく貢献できるように、えー、皆さん方になっていただけると嬉しいなと、ね、でそのために僕らは最大限皆さん方にお手伝いをさせていただくとういうことがあ仕事でございますんでまあ,あぜひねこの母材オーダーのクラスなんかもそうなんですけどもお私どもいろんなあ税法の科目も含めてね、えー、極力皆さん方の経済的負担を下げながらあ着実な成果が出せるようにということをコンセプトに授業を進めてまいります。 ですからね、まあ、一つ前向きに税理士格の受験というものを、ね、捉えていただいて頑張っていただけるとありがたいなというふうに思います。はいということでねちょっと長くなちょっちゃって申し訳ないんですけどとりあえずこれでプロモーションということでおしまいとなります。皆さんお疲れ様でございました